あれ、リエちゃん何やってんの？あ、先生おはようございます。998、999、1000回達成。筋トレしてんの？なんでまた？私ブレークが苦手なんですよ。先生のハードブレーク見てるとやっぱりパワーをつけた方がいいのかなと思いまして。腕立て伏せなんかもう軽く100回はいけるんですよ。そりゃすげえ。でもブレークに必要なのはパワーじゃないからね。え、本当ですか？嘘だと思うなら試しに俺と腕相撲してみる？はい、お願いします。いや、もう俺と普通に動かってきた。言ったでしょ、パワーじゃないって。ちょいって言ってた。それしてもリエちゃん腕でも強いね。はい、ずっと筋トレをしてたので。じゃあ今回はブレイクについて教えるよ。はい、お願いします。ブレイクに必要なのはパワーじゃなくてタイミングだから、そのためにフォームをしっかり身につけないとね。頑張ります。ブレイクの基本であるフォームについて大井プロに教えてもらおう。まずはリエちゃんのブレイクを見てみましょう。そうですね、とりあえず全体的にやっぱり左足の方にしか今バランスがないんで、右足の方にないから体重移動ができない。これだと今通常のスタンスだと思うんですけど、まあ、左足と右足の関係がもうちょっと横に開いた方が懐が広くなりますんで、右足をもうちょっと引いて左足 と、平行にしてもらった方がいいですね。完全にもうまっすぐになっちゃってるんで、かなり懐が狭いと思うんですよ。あとさっきも言ったように右足のバランスが全くないんで、レストですね、レスト今、浮いてる形になっちゃってるんですけど、手の甲がやっぱりしっかりテーブルにくっついてないと強いショットなんで動いてしまいますので、あと親指ですかね、親指がやっぱり中に入っちゃってて、あれだとグラグラしちゃいますので、親指をしっかり球に添えてあげて動かないように、決して力は入れないでいいんですけど、これはグリップはいいと思います。これ多分通常のグリップなんで、決して強くつくからといって力を入れると球スピードは絶対的に遅くなりますので、通常通りそんなに握らずに、はい、グリップは大丈夫です。で、左手なんですけど、まっすぐ伸びちゃってるとまたこれもまた球が出しづらいので、左手の方を少し曲げてあげるとやっぱりそうですね、やっぱり肩が入っちゃうと動けないので、左手をしっかり曲げましょう。顔の高さはそんなに多分これ通常通りだと思いますので、あれ以上は低くならないようにしてもらった方がいいと思います。あれ以上ではというか、その通常のよりは低くしない、通常よりは高めに取ってもらった方がいいと思います。続いて僕のブレイクを見てみましょう。自分なんですけど、右も左もバランスあるんですけど、少し左の方にあるんですけど、右にもやっぱりバランスがしっかりある程度来てるんで、顔の高さが僕はだいたいこれぐらいが通常なんで、
でやっぱり気をつけてる点はやっぱりそのバランス、右足左足左手としっかりバランスがあることは気にされてるんで僕自身が、はい、素晴らしいと思います。でブレイクした後に体が前に行かないようにしっかり左足を伸ばしてるんで、最後にスタンスできるだけ懐を広くしたいので右足を少し引いて、まあ、結構僕はかなり気にしてるんで右足もしっかり少し曲げてあげるように心がけてください。ブリッジですね、急レベルが上がっちゃうとパワーが逃げてしまいますのでできるだけフラットにしてもらって、そしてしっかり親指をまっすぐにしてもらい、球が遊ばないようにしっかりしてください。はい、素晴らしいと思います。いい時計ですね。グリップの方なんですけど、僕がすごい気にしているのはやっぱりこう力を入れてしまうと球スピードが絶対的に遅くなってしまいますので、通常通りあまり握らない人であればあまり握らないように、まあ、少し持っている方であれば持っているように、やっぱりそれが変わってしまうとタイミングもやっぱ合いづらくなってしまいますので、はい、僕はこのように3本で持ってますので3本であまり握らないように持つように心がけてます。はい、左腕ですね、このように曲げてあまり曲げすぎてしまうと前傾姿勢になってしまいますので、あまり曲げないけれどもちょっと曲げる、はい、少し楽な程度ですね、まあ、あれもやっぱりその曲がり具合によってタイミングが変わってきますので曲げすぎない伸ばしすぎないを、まあ、僕の場合はこれぐらいですね、少しゆとりを持たせてあげる程度に心がけています。はい、で顔の位置ですね、僕はだいたいこれぐらいの位置で通常のプレーもしてますんで低くはならないようには気をつけて、とりあえず、まあ、いいと思いますけど、まあ、自分を見た感じだとちょっと低いですね、もうちょっと自分的には上げた方が理想的かなと思います。